令和2年5月10日、今年秋の皇室行事、新滑祭に献上する阿蘇コシヒカリの苗を植えるお田植え祭が行われました。お田植え祭は、阿蘇市山田の建国殿で、新型コロナウイルス感染拡大防止のため規模を縮小し、阿蘇市建国事業推進協議会や、阿蘇中学校の山田地区の生徒らが参列して行われました。 神事では、阿蘇中学校の生徒16人が、田男、早乙女を務め、先月、種をまき、20センチ前後に生育した阿蘇コシヒカリの苗を建国殿に植え、さらに、栽培者の大田黒元吉さん、祥子さんらが、祭殿に玉串を捧げて、豊作を祈願しました。新祭への建国事業は 明治25年に始められたということで、阿蘇市では10年ぶりの事業となり、この日、田植えした阿蘇コシヒカリは、9月上旬のき穂祭で収穫し、今年11月23日に行われる新滑祭に献上することにしています。